できるか？いきます。7000あげる。あ、7000あげる。クラッチパーン。はい、検証。実際の車でドリフトを経験したらゲームのタイムは縮むのか。これ縮む。縮みます。もう断定。縮む。縮みますか。誰が教えると思ってる。いやいや、もう土屋様でございますよ。絶対縮むって。もうここだけはね、もうね、力強いですからね。いや、そうなんですよ。ねえねえ、これしか脳がないじゃん。フィッシングゲームザ峠をプレイして、ゲームのタイムが縮むのかを検証してもらいます、直後ですもんね。もうすぐですもんね、そうですね。私すぐ渡しに行くので。わかりました、はい。今回はですね、はじめ社長が自らハンドルを握ってドリフトを覚えてもらう企画になっておりますので。うわ、自分でやるのか。します。そう、やったことは？ドリフトですか、地元のヤンキーの友達に体験させてもらったことあります。あ、なるほど。よし、行くぞ。見える？はい、はい、では行きます。はい、3、2、1、ゴー。行きます。頑張れ。行きます。ここドリフトですね。はい、はい、あ、バーベイクだ。え、俺上手くなってるか。すごいね。なってる、なってる。なんとか頑張って滑り切ります。お、いいですね。よし、曲がりきれ。はい、バーベイクだ。うまい。いや、どんどん上手い。なんか調子になってますね。あー、滑り切れない。やばい、もったいない。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いや、でも、でも立ち乗った。大丈夫、大丈夫。ね、立ち乗った、立ち乗った。曲がりきれ。はい。はい、はい。すごい。どうでしょう。吉田さん、どう？ゴール。49秒899です。あー、あー。50秒は切ってるぐらい。そうですね。じゃあ、これで、はじめ社長にドリフト教えて、で、タイムを縮めてやろうじゃないの。ぜひ、よろしくお願いします。はい。その前に今回の企画のためにまたスペシャルゲストの方をご用意しましたのでご紹介します、はい、この方です。どうぞ。はい、おはようございます。はい、おはようございます。 D1 グランプリシーズンチャンピオンの藤野さんです。はい、藤野さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日はドリフトを教えていただくんですけれども、その前に藤野さんにお手本を見せていただきましょう。めっちゃ見て。じゃあ、はじめ社長、はい、助手席に持っていただいて。あ、乗る感じ。ね、はい、外から見れない。乗った方がいいですよ。音をまず耳で覚える。音を耳で覚える。アクセルワークをどうしてるか。足見ても分かんないから、音でアクセルワークを覚える。音でアクセルワークを覚える。やべ、アクセルワークっていう言葉が人生で初めて聞きました。要するに、これは軽めにドリフトを乗せた方がいいですか、それともビビらした方がいいですか。お前を何のために呼んだと思ってんの。わかりました。ちょっとビビらします。うわ、これ全力出した。ナンバーワンのね、ナンバーワンのちょっと実力見たいです。そうです。いや、めっちゃありがたいです。ぜひ。本物のドリフトのイベントで使う車だから。うわうわうわ、すごいすごい。これなんて車で。これは86。あ、これは、あ、86。この場で。緊張してきた。さあ、行きますか。行ってきます。頑張ってください。頑張ったよ。ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、いや、すごいです。宇宙飛行士も OK ですか。はい、シートベルトがバンジージャンプ並みだ。バンジージャンプ、これバンジージャンプ並みにビビる。マジっすか。ビビらないか。いやー、こう僕でも結構速いの怖いタイプなんで。まあ、でも楽しいと思いますよ。じゃあ、お願いします。行ってきます。Thank you.
どう？しないしない。どう？いやちょっと僕の知ってる車じゃないです。また匂いがすごいこれ。すごい。タイヤね。そうタイヤ。どう？いやもうどうですか？なんか足元見てなんですけど、うん、足がすごい。そうアクセル細かくて、うん、何してるか分かんなかったです。乗ってるの感どう？ぐるぐる回ってるじゃないですか。どう？いや。車って僕まっすぐ進むものだと思ってたんで確かにちょっとあの想像絶する動きすぎて本当だよちょっと車の常識変わっちゃったっすねいやすごいもう出てきてくださいありがとうございますはいこれすごいっすよいやすごいいやすごい藤田さんどうぞ、はい、どうでした今のはいやもうかなり喜んでました喜んでました喜んでたんですか喜んでた喜ぶよねそうですいやありがたいです本当にだって本番車両なんかなかなか乗れないもんねそうですね、確かに、これを今から僕がやるとそう、はい、できる限り学びたいんで OK、OK、いいよちょっと教えてください OK、了解まず何をすればいいんですか、僕はまずは、車に乗ることだ車に乗ること、分かりましたそうですね行ってみようはい、乗りますはいでは、はじめ社長には今から10分以内に10分以内はい、10分以内に、うんドリフトをマスターしてまたザ・峠のタイムアタックに挑戦していただきますはい、わかりました、はい、やっていただくのはですねドーナツターンという、うん、その場で車をぐるぐるぐるってどういうやつですかドーナツターンっていうのそうですねこうぐる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 回ってるって、うんまあ、F1 ドライバーがフィニッシュした後やってるようなね、うんはい、あれあれそれ覚えときたい、覚えときたいですねそれ、うん、ドーナツターンはセンスのあるやつだったら10分でできるな。何したらこれこんなに言うんだよ。何これよ。いやでもなんかとは言ってもね、俺ドーナツターンも難しいと思いますよ。いや難しいんだけど、ね、いやだけどさっきのね、あの確かにフルコース走った後ゲームやったら、うん、すぐできちゃったから、うん。だからセンスはいいんだよ。そうなんだよ。みんな上げないでください。いやいやできますね。その場で回転するってことですよね。そうそうそう。あオッケーオッケー。いや取れましょうよ。やってみたいですね。ちょっと覚えたい。はい。はいはい、ではザ・峠のタイムは縮むのか10分間でドリフトマスタースタートいやいやタイトル面白タイトルよろしくお願いしますぜひ、はい、お願いしますじゃあ一回見本見せるからあ見たい横に乗ってはいあ昔乗ってた86と一緒だこれ一緒一緒ですうわ懐かしいオートマンもできるよあ、本当ですか、うん、オートマンも全然できるはい、じゃあ行ってきます行ってきます、はい、よし、学べ、見て学べ、見て学べこうでしょはいこう違うところに行ってで、ハンドル切るでしょ切りますね、はいで、サイド引いてるサイド引いた7000まで上げるねで、サイド離すクラッチうわうわこれ俺できるか全然怖いだからずっとこうアクセルワークしてるうわうわクラッチパーンそうするとアクセルを入れる滑った瞬間、クラッチ離した瞬間、アクセル全開離してすぐ入れる入れる、はい、で、滑り出してからアクセルワークね了解です、了解ですよし、はい、よしやろうよしやろうできるかな、ちょっとやります大丈夫、大丈夫、大丈夫さあさて、できるでしょうかそんなことあるか大丈夫だ大丈夫ですよねちょっとやってみます大丈夫だってのちょっと鼻だけあ鼻が出てきちゃった面白い鼻出てきた面白いからえビビりすぎて鼻出てきたよし、お願いしますはいよし、行くぞ絶対できるできますかね絶対できるまずはエンストしないように練習しないと、こっちはクラッチ、うん、
ちょい左振って頭。はい。一足入れる。これ今一足入りました。一足一足。これが一足。一足。で左頭振って。はい。ちょっと動いて、うん。ここでいい。で右切って。はい。右切り。はい。なん、はい。ブレーキ。はい。7000上げる。あ、これも上げちゃいますよ。上げちゃう。はい。いきます。7000上げる。あ、7000上げる。クラッチパーン。離しますよ。うん、クラッチパーン。はい。あれ？で、クラッチパーンでアクセル入れる。クラッチパーンでアクセル入れる。もう一回、もう一回、もう一回。はい。止まる。クラッチパーン。離しますよ。うん、クラッチパーン。はい。あれ？で、クラッチパーンでアクセル入れる。クラッチ。はい。あ、演奏した。多い。はい。いい？はい、オッケーです。ハンドル切ってるでしょ？はい。で、こっちですよね。そうそう。はい、それで、それで、7000上げるでしょ？はい、上げます。で、クラッチパーン離したらアクセル入れる。すぐです。そうそう。はい、クラッチパーン、アクセル、アクセル、アクセル。はい。あ、おお。あ、できてる。すごい。いい。テリーさん見てました？見てた。もうできてるよ。できました。あ、だってさ、ね、10分どころじゃないよ。1分でした。1分だね。やったー。いや、すごいな。覚えが早いんじゃなくて、うん、素直なの。人の言ったことをスーッと、なんかこうスポンジが水を吸うようにすごく素直。いや、でもすごい。いや、でも本当土屋さんの言う教えてもらったことを素直にやったら本当できましたね、一発で。いやすごい才能あるね。ね、いや、すごい。いやだから、テリーさんみたいにさ、うん、なんか、我の強い人は、人が言ったことをさ、やらないじゃない。なんで俺の名前を出すのだけど、長谷部社長は、言ったら言ったことをそのままやってくれるからできる。いや、そんなそんな。だから、素直が一番だ。大事なことね、テリーさん。なんで俺が、なんで今俺が怒られなくちゃいけないのかよくわかんないけど。いや、でもすぐできたよ。うん、いや、ほんと一瞬でできちゃったもんね。そうですね。俺だったら2週間ぐらいかかりそうなんだ。そんな。はい、それじゃあ、先ほどは？はい、先ほどのタイム49秒899だったんですけども、はい、今からまたやっていただきます。感覚つかんだんで、本当に、ね、縮めていただきます。はい、縮めます。アクセルの、アクセルワークが大事なの。じゃあ、いきます。よし。よし、いきます。よし。2、1、スタート。もう分かってる。もうスタートから。いいね、いいね。どうする？いきますよ。ドリフト来た。ほい。ほい、ほい。パーフェクト！はい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 。で、今度すぐ来る。はい。こう我慢のドリフト。はい。はいはい。グッド。はいはい。はい。すごいなぁ。はい。はい。はい。落ち着いてるね。はい。冷静にいきます、ね。アクセルワーク覚えたからね。ちょっと難しい。ここ我慢。うん、我慢のドリフト。はい。パー行くと。すごい。何これ。だからアクセルワーク覚えた。おゴール。どうだ？どうだ？タイム。47秒099です。すごい2秒だ。2秒。ちゃんと速くなった。すごいですね。しかも先週よりまた速くなってますね。速くなってる。最高記録ですわ。ね。はい、ということで検証の結果はガチでドリフトの体験をするとゲームのタイムは 2.8 秒縮むでした。いや、よかったー。どうですかこれ。すごい速い。だから、うん、素直な人っていうのはいいんですよ。俺を叩かないで。おかけルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。